3分でわからんから別動画を見てくれ。メンスな第 20SS 武装的団兵師団解説ハッチマールよ。え、続きが上がってないって？そのうち上がるよ。それはさておき、第 20SS 以下略師団が編成されたのをとりあえず5月26日だと仮定する。師団として編成されたのは44年初頭だが名前が違うからね、仕方ないね。そんな師団はドイツ軍指揮下ノウゾウムゾウのエストニア人部隊をギュッとしてドッカーンした師団であり、かつてソ連のカスみたいな支配を受けたことからソ連への敵外心がとてつもなく指揮旺盛であった。師団の初陣は7月のナルバ撤退であり、25日に20万発の砲弾が陣地へ降り注いだ後、ソ連軍が戦線を撤退。第45敵団兵連隊第6中隊がしんがりを務め、全滅したが、このおかげで他の部隊は撤退に成功。撤退先のタンネンベルク戦で8月中旬まで数倍もの敵を食い止めたが、8月16日にエストニア第3の都市タルツへ移動。フィンランドへ渡ったエストニア人部隊も師団へ加わったが、9月にタルプ市は陥落。戦況の悪化やドイツの撤退に伴い師団内の状況はきな臭くなっていき、もはやドイツに対して敵対的でもあり、公然とドイツ人に銃を向け脅迫することさえあったという。脱走兵も多発したが、9月にヒトラーはドイツ軍部隊のエストニアからの撤退を決定。師団の最後の部隊が9月24日にエストニアを離れたが、希望した人員は師団から脱退を許され、パルチザンとして森へ消えていった。10月、再編成のために下シレジアに送られ、各部隊から約1万5000のエストニア人が集結、11月から5ヶ月の訓練が施される予定であったが、戦況の悪化というか悪化どころじゃないから1月20日に中止、ブレスラウ方面へ投入される。ここで前線し3月まで戦線を安定させ、ある程度の成功を収めるが、この間にドイツ自体が死にそうになる。3月15日にソ連軍が戦線を突破し、師団が所属する第11軍団が包囲され、翌日に脱出を試みる。重装備を放棄し小集団に分かれて脱出したおかげもあって、人員の約8割が脱出に成功。だが19日、師団長フランツ、アウグスベルガーが戦死、ベルトルト、マック大佐が指揮を引き継ぐ。4月には師団はチェコまで後退、5月にドイツが降伏すると師団は前線からの撤退を命じられ、連合国支配地域への脱出を試みるが、この最中に約3000人がソ連軍に捕らえられ、また約1000人がチェコの共産パルチザンに処刑される、やはりボリシェビキはクソ。最終的に連合国支配地域にたどり着いたのは3000から4000人、そのうちフランス支配地域にたどり着いた数百人のうち約100人がソ連に引き渡された。他の連合国支配地域にたどり着いたエストニア人は無罪と宣告され、解放された。一方でソ連に捕らえられたエストニア人は処刑、または強制収容所に送られる。詳細は別動画で、ではまた次回。さようなら。